ちこです。今日は2021年1月3日日曜日です。高松は朝方曇りで少し晴れてきましたが、外は非常に寒いです。今日は昨日の続きで雲です。外来種であるセアカゴケグモを読み上げます。まずはアウトドア趣味に関する総合情報サイト様から引用して読み上げます。昨日読み上げましたカバキコマチグモ含め、ウィキペディアと少し違った面での内容がありますので、今回含めウィキペディアでの読み上げも行います。ウィキペディアは長いため途中で終了いたします。機会があれば次予定のジョロウグモ字に続きを先に読み上げます。ではどうぞ。アウトドア趣味に関する総合情報サイトより引用しております。このサイトの URL は概要欄に記載しておきます。セアカゴケグモ、外来種の毒クモ。セアカゴケグモ毒グモはオーストラリア原産の外来種ですが、近年国内での分布範囲が拡大しています。セアカゴケグモにご注意を。日本には古来より人を死に至らしめる毒グモはいないとされてきました。ところが近年の地球温暖化の影響から、本来なら日本には生息しないはずの熱帯系の外来動物が我が国に忍び込んで繁殖する例が増えています。毒グモのセアカゴケグモもその一種です。まだ一部の地域に限定されていますが、公園のベンチ下や側溝の中、民家の庭に置いてある植木鉢の下などで発見が相次いでいます。すでに定着して繁殖もしており、国内での生息地域も急拡大しています。私たちの身近にもすでに移入して繁殖を始めているかもしれません。知識がないままに触ったり、気づかずにうっかり触ったりしたら大変です。海外オーストラリアでは人の死亡例も報告されています。セアカゴケグモの生態。セアカゴケグモはオーストラリア原産のヒメグモ科に分類される有毒の小型のクモです。道路の側溝や蓋の裏側、建物の隙間、公園のベンチの下、植え込みの根元付近などに生息しています。セアカゴケグモの体長はメスが10から15ミリメートル程度。小さなクモですが、胸腹部の背面、背中に赤のひし形が2つ縦に並んだようなマークがあるのが特徴です。覆面、お腹には赤の砂時計状のマークがあります。一方、オスは体長3から5ミリメートル程度とメスよりずっと小型で、体も細く褐色がかった地色に淡い斑紋がありますが、メスのような目立つ赤斑は持っていません。セアカゴケグモは強い毒を持っていますが、攻撃性のないおとなしいクモです。素手で触らない限り噛まれることはありません。ちなみに毒を持っているのはメスの方で、オスには毒はありません。セアカゴケグモの画像。セアカゴケグモのメス、背中。セアカ、すなわち背中に赤い模様があるのが特徴です。ひし形が2つ縦に並んだように見えます。赤斑の形は個体によって幾分違いが見られます。時に地色の黒色も濃い色、淡い色などのバリエーションがあります。ただし、どんな時でも黒っぽい体に赤い模様が入ったクモは触らないようにしましょう。赤いクモに注意。毒グモ、セアカゴケグモです。セアカゴケグモのメスとオス。メスに比べてオスは小さくて見えないほどです。オスには赤い斑点はありません。オスには毒がないので、覚えていなくても危険はありません。赤い斑点のメスだけが要注意ですね。セアカゴケグモのメス、お腹。こちらはメスのお腹の模様です。赤い砂時計のような形をしています。セアカゴケグモの毒性。セアカゴケグモの毒は神経毒のアルファラトロトキシンです。獲物を噛んだ時に獲物の体内に注入されます。この毒を持っているのは
メスのみで、オスは人体に影響する毒を持っていません。セアカゴケグモに噛まれると激しい痛みとともに局所の腫れ、めまい、嘔吐などの局所症状のほか、時には血圧の上昇、呼吸困難などの全身症状が現れることもあります。オーストラリアでは死亡例がありますが、日本では幸いにもまだ死亡事故は報告されていません。セアカゴケグモの名前の由来、ちなみにセアカゴケグモのゴケとは未亡人のことです。ゴケグモ類はオスの体がメスに比べて非常に小さく、交尾後にオスがメスに共食いされることに由来したのだそうです。英名でもウィドースパイダーと言います。ウィドーとは未亡人、ゴケさんのことですね。結婚して早々に旦那が死ぬので、奥さんはゴケになります。でも同情は無用、メスがオスを殺して食ってしまうのですから、恐ろしい生き物なんです。それに毒も持っているし、アウトドア趣味を楽しむ皆さん、赤いクモ、セアカゴケグモのメスには十分注意しましょう。万一セアカゴケグモに噛まれた場合は、噛まれた患部の余分の毒を温水や石鹸水で洗い落として、できるだけ早く病院に行って治療を受けます。今では有効な抗毒素血清が準備されていますので、病院にさえ早く行ければそれほど心配することはないでしょう。通常は数日から数ヶ月で回復する例が多く、噛まれても重症になることはほとんどないようです。アウトドア趣味を楽しむときは、公園などの遊具やベンチ、植え込みの周囲などには十分注意しましょう。また家庭用園芸のプランターや植木鉢の下などにも生息していますので、手で持ち上げる場合にはうっかりセアカゴケグモを掴んだりしないように注意してください。以上でこの文の読み上げは終了いたします。ここでウィキペディアでセアカゴケグモに関して補足情報として読み上げます。ウィキペディアは少々長いので、途中で読み上げを終了いたします。ではどうぞ。セアカゴケグモ、出典フリー百科事典ウィキペディアより。セアカゴケグモ、アトロデクトゥスヘセルティは、ヒメグモ科に分類される有毒の小型のクモの一種。和名は背中の赤いゴケグモの意味。本来日本国内には生息していなかったが、1995年に大阪府で発見されて以降、その他いくつかの地域でも見つかった外来種である。分布は省略します。生態、メス、体長10ミリメートル前後、体型は丸く、体表は鈍い光沢を帯びた黒色、胸腹部背面にはひし形が2つ縦に並んだような赤い模様、腹面には砂時計状の赤い模様があるので見間違えることは少ない。この赤斑の形は雌雄で多少異なり、地色の黒が淡い個体もいる。孵化から成体までに要する期間は約100日、寿命は以から3年と言われている。また成熟メスは多数の卵を糸で包んだ卵嚢を相撲内に保持しており、1匹の生涯産卵数は最大5000個になることもある。詳細は解明されていないが、成熟メスは巣を張った後、フェロモンを用いてオスを誘引しているとみられる。オス、体長3から5ミリメートル。メスより小型で体型が細く、褐色がかった地色に単色の目立たない斑紋を持つ。メスと異なり、胸腹部の背面に赤い模様は見られないが、腹面にはメス同様に赤い模様を持つ。ただし幼体のうちはメスもオスも単褐色の地に不明瞭な縞模様を持つのみで、成体のような明確な違い、性的二型は見られない。孵化から成体までに要する期間は約45日から90日、寿命は6から7ヶ月である。オスは孵化後1週間ほど親グモの巣に泊まった後分散していく。
成熟までの間は徘徊しながら捕食を行い、成熟後はメスのフェロモンに誘引されて交尾後に捕食されることが多い。セアカゴケグモの作る網は不規則網で複雑に張られた3次元構造を持つ。その情報は糸に粘液がついていない水器と呼ばれる住居で、卵嚢などもこの部分にぶら下げられる。一方、網の下方は捕獲域と呼ばれ、糸には捕獲用の粘液がついている。これに虫が触れて粘着すると、セアカゴケグモは粘子を投げて獲物を絡め取り、水器まで引き上げて食べる。餌は主にアリ、ゴミムシ、ワラジムシ、ハサミムシなどの地上徘徊性の昆虫類であり、稀に小型のトカゲ類を捕らえることもある。網は電池の下や側溝の蓋の裏側、ガードレールの支柱付近などといった地面に近く直射日光が当たらない場所に作られることが多い。はい、いかがだったでしょうか。次の読からは次回読み上げ予定です。皆様も見かけたら公共機関に速やかに連絡してくださいね。雲は雲糸とかで遠くまで風に乗って運ばれることもありますので、高い場所でもプランターの下とかにいる場合もあります。気をつけてください。はい、これで終了いたします。ありがとうございました。皆様に幸多からんことをお祈りしております。